るっていう気持ちは当然あるんだけど、一応真剣にはやっていきたいなっていうところで、なんか恥ずかしいなんて思わないで、堂々とやっていけばいいのかなっていうふうに思って、1年頑張って、登録者数が1000人超えるから、やめよ。1年経ちましたね。1年経ちましたね。いやー、早かったね。早かった。なんか今、1年前の VTR を見て、どうですか、率直な感想、ヒゲさんは。いやー、でも、1年間でも、こうやって毎週金曜日16時半っていうのを決めて、ずっとやっていけたんは、これはやっぱりすごいことじゃないかなって思った。そうそう。で、一応最低限ただ取って出すっていうのはやめようってことで、絵もつけたし、口ね、喋ってる時パクパクやるぐらい最低限やっていこうっていうところは、もうずっと守り通しましたもんね、1年間。そう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 。なんだけどさ、登録者数の目標が1000人だったんだけど、なんかほら僕とヒゲさんの間でちょっと2、3週前ぐらいからこの感じ言ってたじゃないですか、予告編みたいに出して、言った、1000人超えないやばいよみたいなの出してて、なんか登録者数これで勢いで後半ガーって伸びるかなって思ったら、まさかの減るというねびっくりしたな減るんだと思っていやもう俺あの告知を出した時に、とは言っても、この日が来るまでに、ちょっとダダダって増えるんじゃねえかってちょっと期待してたのよ。いや僕も思ってました。ただ聞いてるだけで登録をしてない人たちが意外にいるんじゃないかなっていう期待があったんですよ、そしたら減ったんですよびっくらぽんやね。びっくらぽんですね。冗談じゃないよ、本当に。いや、ほんで、緊急告知の映像も出したやん。で、あれだって、実はあれ、犯罪者と被害者みたいな声でやってんねんけども、エイちゃんの方を被害者の声、俺の方を犯罪者の声にしたのね。よくニュースであるね。そうそう。あれも、音をパッパって変換しただけじゃなくて、エイちゃんが喋ってる中に、俺がうんとかはいとか言ってる場面もあるやん。あそこはよくテレビとかで、被害者の声で犯罪者がなるような感じの時あるやん。あるある。俺が本当はうんってならなあかんのに、ってなるような。そういうところとかも結構俺こだわって作ったの。でも予告編みたいなやつでこれ犯罪みたいだなって言ったのって多分俺だけでしょそこ気づいた。もうどういうこと？というわけでですね、このままでは悔しいので、続けよやろ。で、発表します、2年目登録者数、来年の6月の15日までに登録者数目標は200名です、ちょっとしか増えてないやん。僕らこの1年200名を目標に頑張っていかなかったら、じゃあ、ゆうやさん、例の言葉最後ください。いかなかったら、やめよ。というわけで、もしよろしければ評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。その他、ヒゲのよりやす、ハゲのエイチの SNS 等もやっておりますので、概要欄からフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。